あれ先輩。先輩っすか？おー、おめえか。はい。久しぶりだな。どうやってんの、こんなとこで。え、先輩こそ何すか、それ。地図だよ、地図。はい。おめえさ、地面師って知ってっか？あれ、なんか今、流行ってるやつ。はいはい。ね、振りでやっててよ。はい。俺も、本編は見てねえんだけどよ。予告だけ見てビビッと来たわけよ。はい。で、新しいビジネス始めようと思ってよ。え、それとか関係あるんすか？あ、地面師だ。あれよ、何十億って儲かるらしいじゃねえか。あ、なんか土地をなんかやるみたいなやつ。そう。土地を転がすんだよ。はい。で、ネフリだとよ、なんかちょっと、あれだったけどよ。はい。現実はやっぱコンプラ厳しいだろ。だから俺は許可ありの地面師だよ。はい。今よ、空いてる土地ねえかなと思って、ここら辺探してたんだよ。はいはい。おめえ今ここどこか分かっか？いや、ここはま、関東の東京っすけど。おー、じゃあ、ここら辺か。はい、あー、ここら辺だな。あー、いや、はい、そこら辺っす。あっちいだろ、ここら辺の土地もよ。はい。たら。はい。でもよ、今、ポスティングとかよ、知り合い声かけてんだけどよ、なんか土地売りてって人あんまいねえんだよ。え、直接声かけてんすか？おー、そうだよ。訪問とかもしてるよ。お、はい。なかなかいなくてよ。はい。まあ、知り合いねえか、土地売りてって人。俺、間入るからよ。いやー、なかなかいないっすね。飯とかも作って今やってんだけどよ。はい。ワンちゃんよ。俺、副業バレねえように、今、寺の土地？はい。売却するっていうので、お前ちょっと間入ってくんねえかな。俺が言うと映えるからよ。いやー、ちょっとそれ難しいっすね。無理か。はい。まあでもね、絶対あるからな、そういう土地。はい。今よ、この、県庁所在地も言えっか、お前。地面師になるために全部覚えてんだよ、これよ。はい。あ、勉強してんすね。沖縄の所在地わかるか？あ、那覇ですか。わかってるな。はい。お前も厄介っしょに。いや、ちょっと、大丈夫っす。そうか。はい。あ、またよ。はい。土地、あれだ、なんか、遊ばしてる土地とかあったら教えてくれ。あ、わかりました。あ、またな。はい。うん。お疲れ様です。チャンネル登録おっしゃーす。